お疲れ様です、吉谷さん。まあ70年前、80年前を振り返るとですね、まあ確かに戦車ですとかね、戦闘機、ゼロ戦ですか、ああいったとても個人では経験することができない多くの兵器をね、使った人がいたのは事実でしょうね。まあそこに、まあ喜びとか、なんかこう、感動とかもあったのかもしれませんけども、まあ現在はね、それとは違って自由に BMW 乗ってもいいしね、トランザも乗ってもいいわけですけども、まあなんかね、その戦時中といつも比べるのもお門違いなのかもしれませんけども、なんか当時は当時で、今は今でそれぞれ違った、まあ、苦しみがあるんでしょうね。でその苦しみが遠く外部から来るものなのか、自分の内側から来るものなのかっていうふうに、まあ、考えていくと、まあ、物事の根本をちょっと覗き見ることができるのかなと思ったりします。まあ、今はね、割とその生きづらさとか苦しみっていうのは近くから来てるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、鬼畜米英っていうようにね、外敵は去っていったわけですけども、今は割と、隣人が負担になっているってところは大きいのかなと。まあですんでね、まあ、人間関係をとかくこう切っていくっていう方もいらっしゃったりとかね、まあ、友達100人できるかなっていうふうな、なんかワクワクするような曲が実はそうではないという考え方も納得できることがあったりとかね。で多くの人には囲まれてるけども、でも一定の距離を取ってやり取りしてるみたいな、まあ、昨日ねメルカリでちょっと商品買ったんですけども、あのお金を払うぐらいの信頼関係を持ってですね、商品をその人から受け取るわけなんですけども、でもその人の関係はそれで終わりというね、基本的にはそうじゃないですか。メルカリとかね、なんかいろいろと物販とかしてる人見ますけども、また機会があったらよろしくお願いしますって言われますけども、機会がほとんどないですよね、そういう方とはね。かといって毎日毎日通うようなスーパーやコンビニの店員さんと濃い関係ができるかって別にできないですしね。まあ、これがですね、やっぱり戦時下だったら配給っていうものがあって、いつも同じところから商品をいただくときに、配給のなんかその手続きの紙をね持って行って、で割り当ての分だけもらうみたいなことがあったんで、多分そこの配給を提供するお店かなんかのね、店主の方と地域の方の個人個人のつながりっていうのは強かったんじゃないかなと思うんですよね。まあその時代その時代に合わせて喜びや苦しみもあるのかなっていったことでございますね。まあ、だからね、あの戦時下が常に不幸だったのかというと、その中でも、まあ、恋愛があり結婚があり出産がありみたいなこともありますしね、もしかしたらいじめもあったのかもしれませんし、なんかね、祝い事ってのもあったでしょうね、きっとね。まあそういうことを考えながら今日も一日スタートしましょうか。それじゃあ。